皆さんこんにちは、Bレジェンド小林です。今回は背中、肩、どっちの種目とも取れるトレーニング、シュラックのやり方を紹介していきます。やったことある方多いんじゃないかなと思うんですけども、このシュラックなんですが、僧帽筋の上部、まあこの首の真横のところですね、を鍛える種目です。なのでその逆三角形の体を作るとか、シュッとしたかっこいい体を作るための種目ではないんですけども、首の周りがゴツゴツしてると強そうに見えますよね。アメフトの選手とかね、総合格闘技の選手とかプロレスラーとか、首周りめちゃくちゃ太くてゴツゴツしてて強そうじゃないですか。そういう体になりたいっていう方はぜひぜひですね、このシュラックで僧帽筋の上部を鍛えていただければなということで紹介させていただきます。一応この僧帽筋の上部っていうのはデッドリフトなんかでしっかり鍛えることができるので、あえてですねこの僧帽筋上部の種目を入れるメリットってあんまりなかったりするんですけども、ボディービル大会を目指している方でこう僧帽筋上部が弱くて隙のない体を作りたいとかですね、まあ、あとは先ほど申し上げたようにこうプロレスラーとかね、コンタクトスポーツの選手みたいなごつい体に憧れているっていう方なんかは特にねやっていただいたらいいんじゃないかなと思うので解説をしていきます。で、まあ、両手でバーを持つんですけども、手幅は狭めがいいと思います。肩幅よりもちょっと狭めぐらいね持っていただいて、しっかりと肩を下ろしてストレッチさせたところから肩をすくめます。で下ろす、肩をすくめる、下ろすという感じですね。上げるときに肘が曲がってしまうと腕の筋肉とか肩の、ね、三角筋に刺激が逃げてしまうので、もう腕はねもうダラーンと伸ばしておいて、もうバーを掴んでおくだけで肩をしっかりと上げるという感じでやっていきます。そして上を向いてしまうと可動域が取れなくて思うように僧帽筋を鍛えることができません。それだけでなくて首にものすごい大きな負担がかかってしまって、最悪の場合首のヘルニアになってしまったりするので、必ず正面を向いたまま行うようにしてください。しんどくなってくるとどうしても上を見たくなってしまうので、しんどくなってきた時こそ顎を引いて続けるようにしてみてください。で、まあ、このシュラックもね、いろんなバリエーションあるんですけども、このスミスマシーンでやるのもいいですし、ダンベルを両手に持ってやっていただくのもいいです。ダンベルを両手でね、下に持つのもあるんですけども、両手ね、上に上げたままシュラックを行う。モンキーシュラックなんていうやり方もあったりします。いろんなやり方があるので、ご自身のね一番こう合ったやり方っていうのを見つけてやっていただけたらと思うんですけども、僧帽筋の上部をね鍛えるという種目の中ではもう一番定番になる種目ですので、ぜひぜひね興味のある方は取り入れていただければと思います。ということで今回はシュラックのやり方を紹介させていただきました。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。Bレジェンドでは公式 LINE でお得な情報を毎日配信しております。概要欄のリンクをタップクリックしていただいて登録よろしくお願いします。その他にも概要欄に新商品の情報を記載しておりますので、そちらもチェックよろしくお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。